札幌の中心部は人の流れもまばらです。緊急事態宣言の延長に伴い、札幌市内では公共施設や一部の大型店舗などで休業期間を延長する動きが相次いでいます。また道外からの訪問を極力控えるよう呼びかけられる中、二条市場では人は全然いないですよ。ほとんどゼロに近いですね。20日までですよね。結構この状態が続くと痛いですね。どうやってやったらいいかわからない。仕入れもできないし、見当つかないですもんね。札幌では今日新たに新型コロナウイルスの感染者が160人を超える見通しで、依然高止まりが続いています。